お願いします。青カギ祭り久しぶり。いや、やっぱりね、あ、もうカギが出た。ちょっと楽しいですね、青カギ。もうマップもだいぶ慣れてきたのもあって、目的もあるのでね、鍵を探して宝箱を開けるっていうなんかミッションがあるので、やっぱちょっと楽しい。もう時間伸ばしてほしいな。やっと来れました。結構ギリギリ9時までですよね。いやー厳しいな。何回できるかな。今回も1回ぐらいは古の宝箱を開けれたいなという感じですが、隅々チェックしたい。鍵。あ、そうなんです。青鬼のウイルス感染、イベント、感染モードで青鬼が操作できるイベントがあるという風で、動画を数日前にアップしたんですが、やっぱりね、もうやってる時はもうみんな同時に発動してるもんだと思って、張り切ってやってたんですけど、もうクリアした方もいて、ツイッターの方では、だったので結構張り切ってやってたんですが、やっぱり一時的なもので、もうその後じわじわ、最初にウイルスをバッとばらまいて、あとはじわじわ感染して広まっていくのかなとも思ったんですが、やっぱどうやら発動してないっていう風で、開いてもお知らせが来ないっていう風だったので、いや、さすがにお知らせ来ないのは、やっぱりイベントとしてやってないんだろうなっていう風に感じまして、ちょうどアップデートした直後が、危ない。あれ？お、鍵が出た。ちょっと待ってね。青鍵祭りもこの鬼になったんですか？そうだったっけ？今気がついた。最初、お出た鍵2つ。ちょっと待って、宝箱どこだったっけ？ここだっけ？あー、違う！わー、どこだ？ここじゃないとしたら、3つありましたね、確か。わー、わかんないな。どこだったっけ？もう1個上ともう1個下？いや、結構青鬼に来てるんだよ。あー、違う違うね。もう一個右下になるのかな。待って、あーダメかー惜しい。持ってて持っててやっちゃったー。はい、途中からになってるかもしれない。撮影ボタンが押せてなかった。鍵をね一個取りまして、うわーびっくりした。ごめんなさい。悲鳴を上げてしまった。普通に、わっ、初めて会ったこの人。待って、想像より3倍ぐらい大きいんですけど。あー、びっくりした。待ってね、そもそも青鍵祭りにこのレア鬼がいる時点でちょっともう違和感なんですけど、わー、びっくりした。初めて会った。完全に油断してた。そういえばだった。これ何鬼だ？これ赤いのは目かな？目？いなくなった。どこ行った？うわ、何、シルエットより3倍ぐらい大きいじゃん。どこ行った？上にいる。こんな大きいんだ、初めて出会った。びっくりした。これって、私の味方があってのかな？後ろ姿で合ってます？違うのかな？いやー、マジでびっくりした。本当に普通にびっくりした。ほら、これ。ちっちゃく見えるんだけど、モンスター鬼。これね、私味方合ってますか？背中しか、背中で背中にしか見えないんですけど、後ろ姿というか、だから後ろ向きでずっと歩いてる風に見えるんですけど、これ目の三角かな。こっち向いてます。一番目のが目なのか、二番目のが目なのか。全部目なんでしょうけど、なんかね、背中が丸みを帯びて背中で動いてるようにしか見えなくて、後ろ姿な感じなんですけど、こっち向いてるのかな。まあ、とにかくびっくりした。大きすぎた。これの3倍か4倍ぐらい大きかったよ、現場にいると。いやー、マジやめてほしい。本当に久しぶりに本気でびっくりした。はい。お願いします。お、もう出た鍵が。いやー、楽しいね、青鍵祭り。いや、マジでさっきはびっくりしたんですが、鍵1個出たので幸先いいですね。まあ、3つぐらい集まって、地下のマグマのとこの古の宝箱に集合できれば誰かはゲットできるような感じになりそう。ちょっと今から下行くのはちょっと青切りがあるので誰かにお任せして上に行きたいと思います。あ、ここも行けるね。いやー、なんて楽しいんですか、おかぎ祭り。マップもね、なんかやっぱ最高ですね。新マップ難しいから
お祭りもうちょっとやってほしいな。土日だけじゃなくて、もしか時間をちょっと もうちょい伸ばしてほしいと思いつつ、そう、さっきびっくりした話途中だったんですけど、一応青鬼ウイルス感染のイベントは今一応中止中っぽいので、もしかしたらですが1周年、9月が多分1周年記念だと思うので、1周年記念のイベントなのかなという気はしてます。だとしたら結構中途半端な時に出てきたので、夜のもう8時とかに発動してたので、あれがちょっと早出で出てしまったのならば、あ、ここそう通れないらしいんですよね。埋め立てられましたね。便利だったのにな、そこ意外と。ちょっとクルクルします意味はありません。なので1周年記念イベントが青鬼観戦、青鬼モードかな。でケルベロスは、まあ、今お盆中なので、お盆休み中なので、お盆休み明けに発動かなという気はしてます。多分運営チームの皆さんもお盆休み入ってるんじゃないかと思うので、この3連休前に発動したものもやっぱ修正もなかなかかけられないまま連休に入ってるような感じはしてますね。どうやらこのうさぎミカが、ログインカウントの日数がカウントされてなくてもらえてないっていう方がコメントとかでちょくちょくお見かけしたので、それはちょっとなんとかしてあげてほしい、すぐにでも。ただね、今連休中でお休みっぽいので、問い合わせも多分お返事も来ないかもしれないので、連休明け明日もしかしたらちょっと修正してもらってゲットできるかなという感じですね。鍵がないぞ見る限り1個しかないですね。あんなにすぐ出たのに。誰か鍵持ってないですか。わっ、いやー、ちょっと青鬼がバラエティ豊富になってきた。青鍵祭りも、鍵がないからね、開けられないか。わー、来た、やばいやばい。そう、もうキラキラもなくなったような感じ。カサマスク、うわー、来た来た、もう一人来たダメだー。はい、行きます。青鍵祭り何回ぐらいかな、5回ぐらいできてるかな。時間がねあんまりなかった今回も。よし狙いますよ。イニシエの宝箱をやっぱり開けたいのと、やっぱりねアップデート来てから死体がねやっぱりなくなって、死体あさりがちょっとだいぶしにくいようになりましたね。それはそれで結構それを頼ってたので、あ、あれがいる、なんだっけモンスター、あ、赤い恐竜みたいな、名前が全然わかんない今回のガチャ可愛いね。そうか、ガチャも回さなきゃな。あ、2つか、あと1個誰か。意外とねこの辺、あ、ダメだね、毒が来てる。ガスマスクね使いたくなくなるんですよね、死体から取れないとなると。どこだ、いた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 。2つですね今んとこ。危ない、使ってしまったなんか入っちゃったよガスマスク、あ、そうです、どうやらケルベロス降臨まだまだ来そうにないんですけど、今のうちにねこのイニシエの宝箱か裏ステージで黒ベロス、青ベロス、赤ベロスがゲットできるっぽいので、ケルベロス降臨前にゲットして、ゲットできるとなんかね参加できるかもしれないので、降臨前になんとかね、あと一つって方はなんとかゲットしてもらいたい、一緒にやりたいですね。降臨に備えておきたいという感じ。あ、これなんだっけこの赤いの、早速名前が出てこないけど、あ、青鍵3つ誰かの拾ったのかな。とりあえず3つ表示が出たので、よし、誰かゲットして、人が開けてるのもねちょっと見たい気もするね。こうキラキラついてる人を目の前で開けてるのを見たい気もするんで、ただ集まってないね鍵が。ここね、いやー毒が来てる。今んとこここに鍵を持ってる人が見当たらない。そうなの、息がね持たなくてここまで来れないこともあるのでね。わあ、ここももうやられちゃってる
やー結構厳しいな、ダメだな今回、誰も持ってない、どうしよう、息を任せて、あー危なっ、あーここか、最終踏まして無理だ、いや負けたね、これガスマスクがない、わーダメだった、いやーありがとうございます、いや楽しい青カニ祭り、はい、ということでございました。青カニ祭りは同日で終わってしまいますが、なんと青カニ祭り中に出会いましたね、モンスター鬼、気持ちが悪いっていうか大きすぎる、これ当たり判定は一緒なのかな、いやーすごすぎる、びっくりした、ちょっと悲鳴を上げて申し訳ありません聞いてる方びっくりされたかもしれない、いやとにかく出会えてよかったですいやすごいねこの鬼、これは青鬼123に出てくる鬼かな、ちょっとまだわからないんですが、はい、ということでございました。イベントも今回ちょっと気持ち悪い鬼でしたね、2体とも可愛さがないなはい、ということでございます、最後までご視聴ありがとうございました、よかったら他の動画も見てください、それではまた、バイバーイ。